さあ始まりました、マギルー技術団特別公演、マギルーのペラペラ喋らないと。おお、すごいお客が入ってるな。何も聞いてませんけど。毎回のゲストがお題カードを1枚引いて、そのお題についてトークする公開番組じゃよ。名司会者のわしが5回にわたって、お主ら一人一人の恥ずかしい秘密、いやいや隠された魅力を引き出してやるから、ありがたく白状せいって今言った。なるほど、俺たちは各回のゲストというわけか。いきなり言われても心の準備が。公開トークなんてできるかな。俺は別に構わんぞ。剣士たるもの、常在戦場、常在フリートークだ。私は嫌よ、なんで人前で話なんか。離縁風の前説ですでに会場は温まっておる。逃げ隠れはできんぞよ。離縁風、妙なところで有能ですね。けどこんな理不尽な。ベルベットよ、人の世が理不尽とハプニングでできておることはよく分かっておろう。厄介事から逃げるのは簡単じゃが、一度逃げた者は二度目も逃げるようになる。果たして逃げ癖のついた臆病者が復讐を果たせるものかの。私は逃げない。公開トークでも何でもやってやるわよ。それでこそベルベットじゃん。では思う存分吐いて、いやいや喋ってもらおうかの。連続キーワードの発表もあるから、みんなも最後まで聞いておくれよな。しまった、こんな安い挑発に。マギルーのトーク誘導術、侮れんな。どうなっちゃうんだろう。では始めるぞよ。お題カードを使った週替わりゲストとの公開トーク番組、マギルーのペラペラ喋らないと第1夜。まずはひな壇メンバーの紹介から。わ、立ったでいいの。ほらこらこら、その扱いはないでしょう。大臣と言うのは。しっかりお約束のひな壇リアクションを。さてさて、第1回のトークゲストは我らが切り込み隊長のこいつじゃ。どうも、監獄島から脱獄してきました六郎蘭月です。趣味は殺人剣を極めること、将来の夢は実の兄を切ることです。しょっぱなから際立さ限界の発言。まったくお主は怖いものなしじゃな。おう、矢でも鉄砲でも持ってこい。もっとも本当に持ってきたら切り殺すけどな。今日はジョークだと思っているうちにお題トークに行くかの。お題はこの6枚。私の恋バナ、今だから言える真実、初めて〇〇した件、最高に賢かった話、私〇〇フェチなんです、フリートーク。このカードを秘密のマギルーボックスに入れて、さあ六郎、1枚引くがよい。よし、これだ。カードオープン。初めて〇〇した件。お主のとっておきの初体験エピソードを語っておくれ。そうだな、じゃあ俺が初めて生物を切った話をするか。それ話せる内容なのかい。まあ案外うまくいったからな。まず俺は最初の一刀でそいつの頭を切り落とした。六郎、その話はまずいでしょう。次に腹を深々とえぐって一気に切り上げると、内臓がボロリとこぼれ落ちた。さらに骨に沿ってゴリゴリと切り進め、ひっくり返して完全に骨を切り離す。こうして俺は初めてのアジの三枚おろしを完成させたんだ。よかった。人間
間の話かと思っちゃったよ。そっちも似たようなもんだ。ちょっと違うのは終了。どうもありがとうございました。もういいのか。初めて謎の巨大生物を切った話とかもあるんだが。結構じゃ。第1回目から放送禁止になりたくないからの。最後にキーワードを伝えておくれ。おう。連続キーワードの一つ目はベだ。次回のゲストはエレノアじゃよ。え、はい、喜んで。また来週。僕、南の島でのバカンスなんて初めてだ。楽しみだな。ライフセット、クワガタとヤドカリを捕まえてどっちが強いか戦わせようぜ。うん、イソギンチャクも参戦させてみようよ。あくまで旅の疲れを癒すための休息よ。はしゃぎすぎて怪我しないようにね。それから海に入るならちゃんと準備運動しなきゃダメよ。うん。いやいや坊よ、羽を外して思う存分ひと夏の思い出を作るがよい。大人になった後、切ないメモリーに変わるでの。え、なんで切なくなるの。不思議じゃが、そういうものなんじゃよ。そうなんだ。とにかくバカンスだ。食って飲んで釣りをして遊び倒すぞ。やりたいことだけをやる遊び人生活だ。あんたはいつもしたいことしかしてないでしょ。おお、言われてみればそうだ。俺はある意味毎日がバカンスだったんだな。ちょっとマギル、あなたこんな大胆な水着を着る気ですか。いかにも、夏も花の命も短いんじゃ。思い残すことがないよう夏を駆け抜けるんじゃよ。止めはしないけど、ちゃんと日焼け対策しないと後悔するわよ。あ、日焼け止めありますよ、使ってください。おお、すまんの。準備万端、遊ぶ気満々ね。お肌が弱いんですよ。それに休暇なんて何年かぶりですし。別に責めてないわよ。後で背中に塗ってあげるわ。あ、ありがとうございます。ベルベット、わしも頼むぞよ。はいはい、手間がかかるんだから。よし、俺は遠泳記録を更新してくる。ちょっとアイゼン、なんでそんなハードなことを。止めるな。常に限界を攻めるのがアスリートの差がだ。テンギョンフロートさえあれば俺の泳ぎは世界レベルだからな。ああ、もう好きにして。なんだか普段より疲れる。もう面倒だから、お昼はそうめんでいいわね。ベルベットも、ちょっとリラックスした方がいいよ。ええ、完全に夏休み中のお母さんですよ。うん、そんなことは、あるかもね。全員集合。何？なんか機嫌悪いわね。アイゼン、何かあった？大ありだ。近頃、俺たちアイフリード海賊団がナンパになったという噂が流れている。メンバーに色物を加えて受け狙いに走ったとな。色物？お前たちのことだ。噂なんて好きに言わせとけばいいでしょ。わしらが色物なのは、まあ事実じゃしな。いいわけあるか。俺たちがどれだけ苦労して王道海賊のイメージを積み上げてきたと思っている。イメージ戦略があったんですね。で、どうしろって言うんだ。お前たちが真っ当な海賊に見えるよう俺がコーディネートする。最強の海賊衣装というものを教えてやろう。案外仕切るんだから面倒な男ね。まったくじゃが、逆らうと長くなりそうじゃ。ここは適当に話を合わせい。まずはライフセット。お前はずる賢さ無双の悪童バイキングとして売り出す。ヘルメットの角を引き抜いた角笛で襲撃の合図をする、死を告げる小悪魔でもある。角笛、かっこいい。次は六郎。お前は異国から流れ着いた蛮族の強戦士という設定だ。人語を介さず戦いを求めて獣のように暴れる野獣。趣味は首狩りだ。
ウッホウッホガワー。そしてベルベット、お前は急所攻撃しかしない冷酷無比の女海賊、鮮血のブラッディ・ベルベットと名乗れ。それ鮮血とブラッドが被ってるんだけど。ああ、だから同じことを二度言って。逆らわない方がいいですよベルベット。よしエレノア、お前は裏切りのルシファーだ。他人は愚か、子猫すら信じない冥府魔道に生きるロンリーパンサーだ。天使なのかヒョウなのか分かりませんが。分かりました。次マギル、お前は狂気という名の快楽の海に溺れるノーブレーキデビル、暴発のマギルーの名を授けよう。お主の妄想ほどノーブレーキでも暴発でもないがの。最後に俺だ、船長代理として威厳を増すことにする。勝負アイテムは鍵爪、その名もアイゼンフックだ。鍵爪アイゼンフック。おお、海賊といえばやっぱそれだよな。だろ、王道を抑えてこそ本格派だ。鍵爪なぞタオルを引っ掛けるくらいしか役に立たんじゃろうに。それにしてもアイゼンのセンスって。言わないでおきましょう、男子にはこうなっちゃう時期があるのよ。うむ、14歳くらいの時にの。おほん、なるほどな。六郎、何を見てるんですか？異大陸の本だ。着物という俺のご先祖の国の衣装が載っててな。どれも変わった服ね。でも華やかで綺麗ですね。これなんかわしに似合いそうじゃの。ふわふわの尻尾と耳がキュートじゃし。それは妖子という妖怪の服だな。妖怪？ああ、皮を剥がれて醤油で煮られ、中に酢飯を詰め込まれてしまう狐の化け物だそうだ。剥いだ皮に酢飯を。何のためにそんな残酷な真似を。この本には商売繁盛と小腹が空いた時のためと書いてあるな。ただ小腹を満たすために。ベルベットより恐ろしいの。私はこの赤いスカートの服が可愛いと思いますが。それは袴だな。神社という正殿に使える巫女の制服らしい。なんだか大魔師と似ていますね。いや、巫女は悪霊を退散させる力を持っているが、霊を憑依させて死者の言葉を語ったり、多くの男を惑わせて燃え殺す恐ろしい存在でもあると書いてある。死者の言葉を語り男性を燃やし殺す。大魔師じゃなくてまるで妖怪ね。おう、この青い服はベルベットに似合いそうだな。くのいち衣装、動きやすそうね。動きやすく脱ぎやすい衣装らしい。殿様が帯を引っ張るだけで駒のように回転して脱げる仕組みで、毎週の見せ場であるお風呂シーンにも超便利と書いてある。はあ？なんで帯を引っ張られたりお風呂に入ったりしなきゃならないわけ？それは忍法という呪術で男に取り付き骨を抜き取るのがくのいちの習性だからだそうだ。骨を抜き取るのが習性。くのいちも妖怪じゃないですか。六郎、お主のご先祖の国は妖怪だらけなのかい？わからんが、俺がゴーマになったのはそういうエニシのせいなのかもな。謎すぎて気になってきたわね。ですね。